いいショットはめっちゃ打ってたんで、特にエリエールとか伊藤園とかも全然外さない日もあったので、すごい調子良かったです。だいぶ安定してました。自分の好きな弾道で飛んでくれるからですかね。コントロール性がすごく良かったので、やっぱりそこが大きな決め手かなと思います。私が思うブレないポイントはコントロール性です。このマックスはそのクラブヘッドが他より大きいですから、そのアドレスの時が安心感がある感覚です。このマックス帰ってからもっと自信を持ってドライバー使ってフェアウェイキープした、大好きです。私はこのドライバー一番気に入ったのは飛距離です。